こんにちは。今回は原子番号11から20の元素記号の覚え方の紹介だこの動画を見ればアルミニウムとアルゴンカリウムとカルシウムもパッチリ覚えられるよ今回の動画もくだらないけど覚えちゃうー原子番号11から20はこれこの元素記号は「7曲りシップスクラーク化」という覚え方が有名かもしれないねこのグループではナトリウムマグネシウムは覚えやすいけどアルミニウムとアルゴンや この部分の記号と名前そしてカリウムとカルシウムも混乱しやすいよねそこでこの動画では赤で囲んだ4つの元素記号と名前そしてアルミニウムとアルゴンカリウムとカルシウムを迷わなくなる覚え方を紹介するよまずはこれ「ケイ素」「Si」と「ケイ素」が結びつきにくいけど「ケイ素」は英語で「シリコン」この最初の2文字をとって si だ「Si」だこの覚え方は「沢尻シ、ケイソ」 彼の名前はサワジリコン。名前の響きからニックネームはシリコン会社屋はスーツではなく軽装で趣味の日曜大工ではシリコンを使って隙間を埋めるのが得意だサワシリコンし軽装。次はこれリンリンはフォスフォラスでその一文字目のピー英語は難しいからリンがピーということだけしっかり覚えよう。 何かを覚える時のコツとして、身近なものを思い浮かべるといいよ。この場合、身近な P はこれ、駐車場だ。パーキングの P だね。駐車場だけでなく、駐輪場にも使われる記号だよ。というわけで覚え方は、パーキングに駐輪、P に駐輪。次はこれ、イオ、イオはサルファーで S。今回も身近なもので覚えよう。S 字フック。 いや、今回は硫黄で身近なもの。それは温泉だ。温泉には硫黄の成分が含まれているものが多く、湯もみが名物の群馬県草津温泉も硫黄の温泉で有名だ。サルが入っている温泉をイメージするとサルファーも覚えられるかも。ただこれだけじゃないよ。温泉といえば、このマーク。これをよーく見てみると s が隠れていたのに気づいたかな。というわけで、覚え方は硫黄の温泉。 S イオウの S は温泉の中に隠れている次はこれ塩素塩素はクローリーン1文字目と3文字目を使っているのが覚えにくいね塩素を使った身近なものはプールプールには消毒として塩素を薄めて使っていることが多いよで塩素であるクローリーンはクロールと呼ばれることもあるんだプールでクロールときたらそう塩素の入ったプールでクロールを える塩素の入ったプールでクロールをお CL さあ次からは間違えやすい2つをまとめて覚えていこうまずは AL と ARAL がアルミニウムで AR がアルゴンだどちらも R で始まるのに L と R が違うからややこしいよねこれは2つの性質を比べて覚えようまずアルミニウムは金属だ軽くて加工がしやすいから お弁当のアルミカップなどいろいろなものに使われているね一方アルゴンはガスつまり目には見えないんだんアルミは金属だから見えるよね見エルからアルミはエルだこれだけでも迷わなくなるかもしれないけどまだまだアルゴンってあまり身近に感じないかもしれないけど実は空気の中に含まれていて空気は約78%が窒素 次に多いのは酸素で約21%。そしてアルゴンは0.9%。酸素や窒素に比べるとかなり少ないけど、アルゴンは空気の成分で3番目に多いんだ。急に身近に感じるよね。というわけでアルゴンは見えない。けど目の前に R。そう、R だね。次はカリウムとカルシウム。K がカリウムで、CA がカルシウムだ。これはこの人に覚えるのを手伝ってもらおう。 毛利茂さん。架空の人物だ。いかにも毛がフサフサな感じこれじゃ覚えにくいからこうなってもらおうなんとあの髪型はカツラだったみたいカツラは本物の自分の毛ではなくカリの毛そうカリの「K」だからカリウムは K だ「K」だカルシウムの方はこの人に手伝ってもらおう相川千恵さん職業は CA イニシャルも CA CA キャビンアテンダントは成りたい職業ランキングにも入るほど人気の職業で試験に受かるのも大変。ん ?CA の採用試験に受かる ?CA はカルだ。相川千恵さんも合格できて嬉しそう。それじゃあ最後に原子番号11から20の元素記号の D ラボ的覚え方。生アルミケイリンスクールアルケカール ナトリウム、マグネシウムで「生」アルミニウムケイソリンで「ケイリン」硫黄の S と塩素の CL で「スクール」アルゴンとカリウムの「K」で「アルケ」カルシウムの「カール」七曲がりくらい強引かもしれないけどストーリーで覚えてみよう生アルミを求めてケイリンスクールへ自転車で向かう「カール」 しかし、突然現れた警備員に止められるのであった競輪学校なのに自転車もダメ走るのもダメって厳しすぎる仕方ないあるけカールそもそも生アルミっていうのが何なのかわからないけどそれが D ラボらしさということで今回の動画もくだらないけど覚えちゃう